20代会社員です。IT エンジニアを知ってます。辞めたいほどではないですが、仕事のモチベーションがありません。みんなそうですよ。会社に言われたことをそれなりにやっています。それ普通です。仕事のモチベーションの上げ方ありますかありません。<laughs> ゆうさんのやる気の出し方を教えてください。えっと、あのまず仕事は、やりたくないことをやるからお金がもらえます。なので、あの、やりたくないのは当たり前です。<laughs> なんかその、あの、周りの人もその、仕事頑張ってます。楽しいですって見せてるけど、じゃあ、給料払わないけど仕事 やるって言ったら、多分みんなやめますよ。なので、あくまでお金がもらえるからやってるだけで、基本やりたくないんですよ。ただ、あの、いや、マジやりたくないっすって言うと、上司に目つけられて、なんか、あの、飛ばされるとか、昇給しないとかあるので、仕事好きっす。この会社でこんなことやりたいっすとか、なんか自己実現っすとか、この会社を通して自,己自分を成長させたいですとか、面接で言うんだけど、あれ全部嘘です。<laughs> あの、金のために働いてますよ、皆さん。 だって、壁があったら働かないもん。会計事務所で働いてます。テレワークになったんですが、家だと思うほど仕事が済まず、オ,ンオフの切り替えが難しいです。自宅でこれで働く考え方、働き方を教えてください。えっと、働かなければいいんじゃないですかね。あの、ギリギリまでダラダラしてて、これやんないとさすがにクビになるよね。まずいよね。っていう、ドキドキした気持ちでパソコンの前に向かうと、めちゃめちゃ働けると思います。なので、あの、限界まで働かないっていうのを挑戦してみてください。 で限界まで働かない挑戦して食いになかったらなんなかったら超おいしいのでそのまま働かないで暮らしてみてくださいで。前回のやる気は存在しないという話を続きを聞かせてください。 えっと、あの、なんかやる気というものが世の中にあるというふうに人は思いがちなんですけど、あの、人間って今やってる行動をそのまま続けようとするっていうモチベーションがあって、で、要は何かやってる、その、じゃあゴロゴロして漫画読んでると。で、その時に、じゃあ部屋の掃除はしたくない。これ当たり前なんですよ。やる気があるなしじゃなくて、漫画を読み続けるっていう同じことをしたいっていう状況があるんですよ。 なのでやる気があるなしではなくて人間は今やってる行動を続けたいっていうのが発生してしまうっていうだけなんですよ。でそのまあ動機づけっていうので例えば これやんないと殺されるっていう恐怖感だったりやるとか、なんかこれやったら1億円もらえる超やりてえとかっていう、なんかぶら下がってくれる報奨だったり恐怖感っていうのがあると、今やってる行動をやめて別の行動するっていうのが始まるんですよ。でもそれってやる気とかじゃなくて、1億円もらえるっていう期待だったりとか、その漫画読んでると殺されるっていう恐怖感だったりって話で、そこにもやる気はないんですよ。 要はメリットがあるのかその恐怖っていうデメリットがあるのかっていうだけでやる気というものがあるわけではないっていうのが実は人間の行動のその行動選択にあるんですけどでもなんか知んないけどねやる気みたいなものがあってやる気がそがれるみたいななんかその別の解釈で物事を説明しようとするのであんまりそのなんかやる気みたいな存在しないもので物事を解釈しようとするのは間違いのもとなのでその自分がなぜできない っていう時にやる気がないとかではなくてそれをやりたいとは思わないのであるっていうところをちゃんと受け入れた方が自分のコントロールはしやすいんじゃないかなと思いますさっきのやる気の足で元からやる気が存在しながら何でやりたくもないことをみんなやるんだろうね事件とか。 えっと、要は、その大学に行かれたいっていう、その、受かることで幸せになる自分っていうのをイメージするっていう、プラスの方向か、受験失敗して、何にもない自分みたいになって、家にいるの超絶辛いっすみたいな、マイナスの方向から逃げたいっていう不安をモチベーションにするかっていうので、プラスかマイナスのモチベーションをうまく使ってるんじゃないでしょうか。 えー、ベイエリア大手企業本社勤務ワーキングママです。仕事の内容が楽ですがつまらなすぎて人間関係も悪く、仕事の評価も奪われたりなどやる気が全くありません。えー、ローンと障害児もいるためやめられなく、仕事内容も片には回らないと今のような仕事をしたくないため、手帳活動もいっぱず、お酒真っ暗でメンタルがやられています。社内でも気中です。どうすればモチベーション上げられるでしょうかアドバイスお願いします。モチベーション上げなくていいんじゃないですか もう淡々とその、あの、給料をもらうための作業をしてるっていうところで、いかに頑張らないでこの給料を維持するかっていうところで考え方を変えて、あとはそのお子さんとどうやって楽しむかっていうところの方にモチベーションを持った方がいいと思うんですよね。その仕事でモチベーションを得ようとするのではなく、あくまでその給料をもらうためのコスパをどう上げていくかっていう考えをした方がいいんじゃないかなと思います。 えー、昨年度入社施工官です。毎日誰を運ぶばかりで自分の成長が想像できません。会社は一部上場で体験も悪くないですが、どうすればモチベーションを立ててますかえっと、先輩とか上司を見ればいいんじゃないかなと思います。あの、目の前でやってる仕事っていうのはすごいしょうもない仕事なんですけど、ただ、どんな会社とかもどんな仕事でもその、 しょうもないく仕事をやらなきゃいけない人がいて、で、それをやったその先には、その自分の上司だったり、その同僚だったり、先輩だったりみたいな形で出世してって、じゃあそれを管理する仕事だったり、もうちょっと上の大きな規模の仕事っていうのがあったりするので、なので、ちゃんと出世したら、あの、そういうのが自分でできるようになるよねってなるんじゃないですかね。はい。えー、ひろきさんの動画を見て、仕事イコール金を稼ぐ手段と割り切るようにしましたが、仕事に対するモチベーションがタイムです。年、ね、収600万ほどで満足しており、私はこのま,ま運う製造機として生きていけばいいんですかはい。 モチベーションを上げる方法があれば教えてください。えっと、僕、どんな仕事なのも結構楽しめちゃうんですよね。その昔、その中華料理屋でバイトしてる時に、その箸袋に割り箸を入れるのがすげえ得意だったとか、あの、惣菜屋でバイトしてる時に、その発泡スチロールの、あの、に、あの、惣菜を入れて、で、それにあの、ラップを巻く、あの、ラッパーっていう機械があるんですけど、 で、それを、あの、シワが入らないように綺麗にラップをかけるっていう、あの技術において、僕多分ね、あの店、その静岡やって店でバイトしたんだけど、多分トップ3に入ると思うんですよね。その、あの、ある程度綺麗に、あの、引っ張らないと、どっかにシワが寄っちゃうんですよ。で、あの、きちんと力を入れて引っ張らないと、それはそれでシワが寄るっていうのもあって、そこのバランスをきちんとやるっていうのを毎回毎回こう、あの、挑戦するっていうのをやって、技術を高めるっていうのを、僕はそのゲームとしてやりがちなんですよ。 なので、その、どんな仕事でも、なんか、それなりに面白がってやってしまうので、なので、また、あの、今ではそんなないと思うんですけど、値段を貼る機会、これ何て言うんだっけ名前知らた。あの、黄色いあの値段を貼り替え、パカ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 って、あの、貼りやすとかも、あれは、あの、慣れてくると、あの、こう、あの、テンポよくいっぱい貼れるようになるんですよ。っていう感じの、ちょっとずつこう、うまくなってくっていうのを習熟していくのが面白いっていう、そういうゲームをやるので、 なので、どんな仕事でも結構僕はそういうゲームをしちゃうんですよね。なので短時間で終わらせる方がいいとかなので、じゃあその5分の間に何個やったから、これは今度あの、なんか5分の間に何個までに上げてみようみたいな、ちょっとずつ工夫をしたりとかっていう、そういう遊びをするので。なので、あの、そういうゲームとして楽しむのもいいんじゃないかなと思いますけども。え、仕事付き合いだけで日々仕事をしていたらやる気がない、会社に愛がないなと言われました。もう温度差がわからないのが現状です。 やる気もないし、会社に愛もないんでしょいいんじゃない <laughs> いや、その、あの、要は、言われた仕事はします。売り上げは上げます。っていうので、会社に愛がないって言われるんだったら、いや、そうっすかねってニヤニヤしながら暮らせばいいだけじゃないですか。あの、多分会社に愛はないんですよ。えっ、ー、と、この、キング・エイ k さんは。 ただ、会社内容がないのを、あの、言葉にすると、相手の人って怒るので、あの、いや、あるんですけど、伝わったいですかねみたいなことを言いながら、だらだらと暮らせば給料もらえるんじゃないですか気力やエネルギーが湧かないんですが、これが最も改善する方法を教えてください。あの、昔日本軍って、あの、ヒロポンっていう薬を売っていて、で、それを飲むと、やる気が出てくるっていう薬があったんですけど、で、 あの、現在でそれ覚醒剤って呼ばれてるんですけど、で、最近知ったんですけど、ヒロポンまだ売ってるんですよ。その、処方箋があれば、もらえ、あの、買えるらしいんですけど、なんであの、ヒロポン実在してるっていうのを堀江さんに教えてもらったんで、あの、合法か評価は置いといて、あの、方法としてはヒロポンを買うっていうのがあるんで、あの、ヒロポンでググってみてください。と少し前、ひろゆきさんが言われていた、やる気を出すヒロポンを調べてみました。覚醒剤ですよ。<laughs> 具体的には同じ成分で、注意障害やナルコプレシーの人用の使う劇薬として存在。その後、国内ではネット検索にも制限があるようです。もらうには病院や局とも特別な登録点のみで診断書も複雑な同意書がいる手に入れられませんでした。はい。えっ、ー、と、ヒロポンという名前の覚醒剤が日本では一応流通してるんですけど、あの、なかなか入手は困難なので、当然覚醒剤なので、あの、余ほどのことがないともらえないだけです。あの、誰でも覚醒剤もらえるようになったら、覚醒剤取締法の意味がなくなってしまうので、はい。 ひろゆきさんの周りの成功者で社会的意義がモチベーションの人は多いですかそれとも自分の好奇心や外的報酬の人が多いですか社会的意義は後回しじゃないかなこの本当のモチベーションが社会的意義の人で大成功している人って僕見たことないですね。自分の好奇心が一番多いんじゃないかなあの結局お金が目的の人ってあの年収1億超えるとやる気なくなるんですよ。 あの、1億使い切れないんですよ。あの、まあ、あの、すげえ暇で1億円の人だったら、あの、使い切れるかもしれないですけど、あの、結局、1億円以上使おうとすると、高い車を買うか、その高いマンションを買うかで、そのお金使うじゃなくて、1億というお金を1億円の何かに資産に変換してるだけで、実はもうお金使えないんですよ。 で、まあ、あの、食べたいものいくらでも食べれるし、別にじゃあ、あの、高級寿司5万円ですって言っても、その、3日に1回、その高級寿司食べても、あの、500万円しかかかんないですよ。なので、あの、一定以上になるとお金って稼いでもしょうがなくなっちゃうので、お金を稼ぐというモチベーションがなくなっちゃうんですよ。で、すげえ稼いでる優秀な、あの、まあ、三木谷さんとか孫さんとかあのタイプになっちゃうと、もうあの、俺の会社がトップじゃないと気に食わない、あいつの会社より大きくなりたいとかっていう、その、 自己承認欲求の世界の話なんですよね。世界一の企業を作りたい。あいつに負けてるのがムカつく。みたいな。なのでもうその、お金がどうこうの話じゃなくなっちゃって、その、なんか自分との戦いみたいな。こう、毎年毎年成長させないと気が済まないみたいな。っていう感じになっちゃってるので、その、まあ、自分の好奇心とか自分の問題にみんな行きがちなんじゃないかなと思います。